片桐舞子は日本の女性シンガーソングライター。群馬県桐流市出身。河合淳一と共にメイズを結成し、ボーカリストを務める。血液型は A 型。愛称は舞子ン。4月22日にはホースシングル I Wish をリリース。メイズ初の収録曲すべてにタイアップがついたシングルとなった。同年8月19日にリリースした。 フィフスシングル、アイラビューが言えなくては、レコジカ、デイリーチャートで1位、ウィークリーチャートでは2位を記録した。11月25日に、シックスシングル、ワンラブ100万回のキッスで、愛してる。12月21日には、セブンスシングル、プロローグオブアメージングをリリース。飛躍の1年となった。2010年1月13日には、ヒット曲を盛り込んだ、セカンドアルバム、 アメージングを発売。オリコンアルバムチャート初登場イ位を記録。5月26日、エースシングル、星の数だけ抱きしめてをリリース。メイズ初の映画、音楽人の主題歌に起用される。映画の挿入曲には、アメージングに収録された、永遠を起用。8月25日、ナインスシングル、トークへ、スプレッド・ユア・ウィングス・アンフェア・ラブをリリース。 初の両英面シングルとなった。2011年2月16日に、サードアルバム、クルージングを発売。オリコンアルバムチャート初登場9位を記録。コースタートを切った同アルバムのリリースを記念して、インストアライブを東京タワーレコード渋谷店前にて観光した。2011年10月19日に、生体結節、音声障害のために、 早急な手術が必要であり、年内のメイズのライブ活動をすべて中止することを発表した。2012年3月9日に約半年の活動休止期間を経て、復帰ワンマンライブを開催し、活動復帰を宣言した。メイズ名義についてはメイズディスコグラフィーを参照。メイズ名義についてはメイズ参加作品を参照。ティアラ、愛すること。ありがとうございます。